されても1点追いつき、まあ、1点先制するとね、本当選手たちからこういけるぞというのがね、さあ長い笛が吹かれました。左から右に長いボールを出していったのが福岡です。前半40分だったところ、さあ上田が中に入れてくる、高いボールです。どうだ、リオンジェターゲットのボールでしたが、少し力が入りすぎたかもしれないですね。まあ叩きつけるようなヘディングだったらもしかしたら、さあ中へワンタッチで、さあ山岸、山岸が中へ、グラウンダーのボール、さあどうだ、フィニッシュまでいった、決まった。先制したのは福岡、決めたのは重弘か。うまく相手を剥がして、ね、さあ見てみましょう。はい、重弘選手からでしたよね、うん、最後ファンマ選手からもらったボールを、少し後ろにボールが入ったかなと思いましたけどもね、うまく右足で合わせていきましたね。ここ山岸から中にファンマ、最後重弘、ね、いやー綺麗なパスワークが見られました。ワンタッチで最後ね、股の間ですけどもね、落ち着いてボールを流し込みましたね。1点先制したのは福岡。一気にスピードアップしましたね。そうでしたね。ちょっと変化をつけてきた。後ろに出していって、これパウリーニョが狙ってくるか。どうだ、枠の右。赤峰、さらに後ろの選手、高いボールですが、どうだ、赤峰絡んでいくが、まだルーズボールになっている。どうだ、キーパー、どうだ、決まった。同点、最後はイオンジェ。どうでしょう、今混戦気配から押し込んだというところでした。行きましょう。田中選手、赤峰選手があったところ、斉藤のボールを最後イオンジェ、はい、折れたところ、斉藤選手のボレーですね、はい、キーパー弾いたところ、イオンジェ選手でしたね。そうでしたね。さあ振り出しに戻しました。先ほどは上島でした。さあここで山岸が前に来るが、その後ろ特に選手はいない。さあシュートを放っていこうとしたところ、まだあるぞ、重弘が開いていって、さあ湯沢中に出てくるが、シュート、どうだ、枠を捉えることができなかった。厳しい対応です。福岡ボールを奪った、これに対して岡山も行きますが、ここで笛、あっとここで長い笛、試合終了。